はいどうも佐藤さんも一杯の第59回目ですよろしくお願いします、えー、配信日の11月12日は報告会イベントの直前です、えー、11月の15日がイベント日なんですねあ本当に直前だ、えー、今年もね夏休みをしてまいりました えー、その模様をお届けいたします、えー、がっつり撮ってまいりました、えー、イベントはあライブ配信もありますのでねお楽しみにしていてください、えー、物販の内容とかはあイベントの中でお知らせできればなぁと思っておりますよろしくお願いいたします今日はねなんかいいお酒をがさん買ってきてくれちゃったのにわかに 特に理由はないいらしいんですよただ味見してくれって言われたのバランタインシングルモルトグレンバーギー15年これ高いやつなんだよそんな安くないと思うこれバランタインの15年だからねバランタインのブレンドの中核を担うフ,リフルーティーでスイートな味わいのキーモルト赤リンゴの甘さや梨のようなフルーティーな香り長く滑らかな余韻が特徴ですこのフルーティーが どんだけフルーティーなのかを小川さんがあの私に試してくれという,うわ瓶がもうかっこよいじゃないですか。いうあそんなになんなかったななんかねあの卒業しょそってやつあるじゃないですか。あ好きなんですけどあれ まあいいや、えー、じゃあ、次ますやんなかったあの卒業証書のあの筒でスポ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 音出すやつね,ね懐かしいな、卒業証書どういっちゃったかな CM みたいな音出すね君はじゃあバランタインシングル元グレンバーグ15年で乾杯 <laughs> これもう,うまいぜ君ああすげえ飲みやすいやああ,あ,あそうねこれを フルーティーと呼ぶのであればそうなんだろうなうんただこいつも40パーあるからなかなかですよ <laughs> ただうまいけどねおいしいおいしい甘くておいしい、うん、デザートみたい、うん、これはいいね女性にもおすすめです えでえー、今日のお供はですね山梨県のお供なんですよ、えー、今年の夏休みは、まあ、近場にということで山梨と静岡に行ったんです。まあ総区の礼法というのは「創句、ね」ねこの山梨静岡の2県のことなんですね。まあ、どっちがどっちっていうあれはないんですけども、えー、今日は「大塚人参のぶどう酢漬け」い、ま、わ、あ、はピクルスですね。 昭和47年創業「朝屋や食品株式会社製造」「数量限定」えー「そうなの、えー、大塚人参、ぶどう酢漬けビタミンカロテンを豊富に含み栄養価の高い山梨県産大塚人参とポリフェノールを含む山梨県産ぶどうから上等したぶどう酢を使ったとてもヘルシーな酢漬けです」えー「残った調味液はお好きな野菜を入れて2日ほど浸せばお手軽ピクルスが作れます」だっていいねー これはじゃあねえお酢これ使った方がいいよもうひたひたに入ってんのこれああ取れないよいしょ取れたこれねいいんだいいんだ俺が食うからどうせこれよいしょ指入れちゃうからどうせ俺がね食べるからいいんです何つけようかな 大根。どこでのかちょっとすげえいい香り。ピクルスの。ね、いただきます。うま。優しい山さん。あ。いいね。これは美味しい。酸味もまろやかで。 おーうまいまあなんせ漬物好きなんですよ私うんうん食ってしまったうんうまいメール読もうはいじゃあまずは5つ目 かなさんからいただきましたどうもありがとうございますたく、えー、ちゃんこんにちはどうもこんにちは。トラベラーズボリューム2.5を拝見しましたありがとう一番楽しみにしていたヤギへの餌やりシーンにはとても癒されましたしやっぱりヤギが羨ましかったです動物と触れ合うたくちゃんをもっと見てみたいなと思ったのですが例えばこんな動物を見てみたいとか触ってみたいという願望はありますか海岸での撮影風景は ふひとさんのお尻越しのたくちゃんの新鮮でした <laughs> いつも一つとして同じ表情がないような素敵な写真を撮影してくださってるので、えー、感謝でいっぱいです本編より短い時間でしたがトラベラーズの雰囲気とたくちゃんの魅力がぎゅっと詰まった素敵な DVD と感じましたこれからもたくさん映像の供給があると嬉しいですよろしくお願いします見てくれてどうもありがとうございましたそうねヤギに餌差し上げたね そうだね、やっぱねこう海が好きだからイルカとかね、うん、シャチとかそういうのと触れ合いたいんですよねうんイルカショーとか見てるとあそこまで何かこうあの大技を決めなくてもいいからイルカと触れ合いたいわ。イルカとと泳げるる海とかもあるでしょ ね、そういういいとこ行ってみたいねまあまあまあフヒトさんとの付き合いもだいぶ長くなってきましてねあの小川さんと佐藤の,この関わる作品コンテンツの写真っていうとだたいフヒトさんに来てもらったりもするんですけどやっぱこの気心知れてくるとね撮影も非常にテンポよく進みますしあのこっちも来やすくなっていきますからねいい意味でねうん。とても楽しい撮影ですよ毎回。えー 今後ともよろしくお願いしますこの場を借りているふうひとさんね、えー、続きましては綾香さんからいただきましたありがとうございます、えー、佐藤さんこんにちはこんにちは、えー、仙台での年男イベント両部参加させていただきましたどうもありがとう久しぶりの幸せなひとときでしたありがとうございましたこちらこそさて私は2年ほど前にイギリスに留学していたのですがイベント内で 有国のモリアーティのようなノーブルな世界が好きとおっしゃっていた佐藤さんにおすすめ情報がありますイギリス北部スコットランドにはスコッチウイスキーエクスペリエンスというウイスキーの博物館がありウイスキーの歴史や上流工程を学べたりいくつものウイスキーを購入したり実際に試飲することもできるのです スコットランドといえば世界的にも有名なススコッチウイスキーが生ままれた土地でもありますねこの情勢が落ち着いた暁にはぜひ佐藤さんもう一杯海外編にいかがですか行きてんだよねイギリスはまあモリアーティのこともあるけどさあのー、以前私 あの「ダウントンアビー」というあの海外ドラマも吹き替えをさせていただいておりましてそこの撮影の舞台にも使われたあのハイクレア城という、えー、お城があるんですよ。 そこにはまだあのリアル貴族の方がお住まいになってらっしゃるんですけど以前あのダウントンアビーのつながりもあってそのドキュメンタリーのナレーションなんかもねさせていただいたんですけれどもあの大変なんです貴族の方はやっぱり自分たちでこの運営をしていいかかなきゃいけませんからねだから受け継いだ領地をちょっとずつちょっとずつこの売ったり貸したりとかして。 この自分のお家を,お家お家をあの存続させてるわけなんですけどもあの観光地にもなってるんですよそのハイクレア城が行ってみてんですよねいっぺんでいいからうーんすごくね開放的なお庭というか領地でねうーん行ってみたいですねスコッチウイスキーエクスペリエンススコッチウイスキーエクスペリエンスみたいななんかスタンド見が。 ありますね。<laughs> 言いたいだけっていうねえこんなもんですよ酔っ払いってこんなもんですよ。 <laughs> でも本当に行ってみたい海外でもういっぱいやりたいよね本当に本当早いとこ世界が平和になってほしいと思いますよ心からそう思っていますね え続きましては、えー、カズラさんかなからいただきましてありがとうございます、えー、佐藤さんこんにちはこんにちは2章ホールイベント両部参加させていただきましたどうもありがとう、えー、今回は千葉商屋さん推しのいとこと参加したのですがお互い沼に落ちてから初めて一緒の現場だったのでイベントが決まった日からとても楽しみにしていました、えー、いとこが千葉さんに会うのは7ヶ月ぶりだったせいか前日から無理 吐く絶対泣くと情緒不安定でイベントが始まるまでずっと介護をしていてイベント中は席が離れていてどんな様子か分かりませんでしたがイベント終了後生ききててたたた楽ししかかったとすごくいい笑顔で会場から出てきましたイベント自体はもちろん楽しかったのですが久々に推しに会えて嬉しそうないとこの姿も見ることができいろいろな意味ですごく元気になれました。 明日からも仕事が頑張れそうですちなみにいとこは佐藤さんが目の前の席だったのですが白目の里田区さんの顔面強すぎて死ぬほど笑ったと言っていたことをお伝えしておきます楽しい時間ありがとうございましたいいっすよいや来てくれてありがとうございましたもう楽しんでいただけたようで良かったでっございますよ白目いつしたかな下俺。あそういつしたべそんなに俺白目してっか え。なんて。ぷえ。プロ。あ、え、おがす、じ。じよ。はい。あ、よぎ。始めから、カタカナで書きなさいよ。あたは、そんな、よぎって。英語で書いてから、あた、ね。初めから、カタカナで書きなさい。 ね、ちょっと叱っておきました。え、ね、容疑か、容疑で白目あったか。でも、まああなたが言うんだからやったんでしょうね。私は。<laughs> <laughs> 楽しかったよ。みんな佐藤介護してくれてね。いいね。たまにはああいうのも。うんあ、そうね。時間か。 なんだろう、今日いつもより用意が回るのが早いなこういうもんあんだよね今日はねちょっと朝からいっぱい喋っちゃったんですよ収録でうんそれでかもしれない何だったらメイクされながら45分意識を失っていたからね言われるんだ俺寝入りがよ,よすぎて「佐藤さん伸びたですね」って喋ってる途中で「ってなっちゃうから」 ね、ごめんねはいというわけであおいしいこれお母さんおいしいうんグッじゃあ次回はソーダ割りでこちらいただきたいと思いますというわけで本日はここまででございますおやすみなさい